とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、縛りプレイ、やっていきたいと思います。今回の縛りプレイですけども、初期装備のまま、行きましょう。はい、やっていきます。アーティファクトは取っていい。でも、装備は変更禁止、ということですね。さあ、いけるんでしょうか。多分、大丈夫とは思うんだけど、ちょっときついところもあるか。多分釣り竿を取ってしまえば大丈夫だと思うのよ。レイスとかも、問題はその釣り竿を取るまでが結構きついっていうところかな。釣り竿を取るまでは結構厳しいよ。確か、あぶねえ、釣り竿が あるのが、生き残れるか。あぶねえ、ギリギリ。釣り竿が確か16回かな、そこら辺にあるよね。なんで12回ぐらいから16回まで、そこがちょっとつらいかもしんない。OK、多分ね、そこが問題なんだよね。で、最初のね、11回かのボスも多分相当きつい、おそらく。そう、だから最初はそうね、商人で防具だろうね。まずは間違いなく防具で上げて、でアーティファクトで倒す感じで行くしかないよな。それしかちょっと手はないとは思うんだけど、まあ、そこをちょっと頑張っていきましょう。 OK、クリーパーがね出ますけども、この汚染された種があると結構楽に倒せますね。この種はね、クリーパー対策にほんと持ってこい。クールタイムも短めだし使いやすいですよね。よっしゃ、いた。あ、でも倒しは切れないな。でもあとワンパンでしょう。終わりか。3回クリア。次パワーシェイカーはいるね。パワーシェイカーは必要でしょう。 OK、 スイッチをまず押してと。あ、もったいね。まあいいか、動かないぞ。あと1回。ああ、嫌なところが残ったな。では4回クリア。次行きましょう。地雷持っていこう。地雷持ってってボスはそれで倒す感じで、まあ、倒せないかもしれないけど、倒せはできないかもしれないけども、まあなんとかやろう。あとはこっち側ね。結構アイテムは出てきてくれるかもね今回。全く出ない時は全く出ないけど、意外と運はいい方かもしれません。おお、矢が、いや出たけど意味はないか。初期弓だもんね。初期の弓だったら別に使わないからいいか。んで6、あーエンチャント入れよう。
効果を一応入れとこう。 OK、 役には立つんでね。よし、ちょっと初期装備じゃ辛くなってきたか。いやでもまだいける、まだいける、まだ初期装備で十分よ。よし、意外と HP 減るな。そうか、本当はこの回か次の回ぐらいであれだよね、防具変えるもんね。それを変えないってことは意外と辛い。はい、6回クリア。うん、そうだね、ここで傭兵アーマーと変えて HP を増やすんだけども、増やせない、なかなか厳しい。行きましょう。あ、やっぱ減る。うん、普通よりもちょっと減るかも。 OK。 うん、終わり。強豪が入るとまあまあまあ強いね。でも釣り竿が来たらもう意味はなくなるけど。いやでもあれだよね、よし、アーティファクトシナジーよりはマシかと思う。うん、シナジーはさすがにちょっと使えないかな。おーい、結構きついぞ。ちょっと待って、おーい、もう倒せない倒せない。よっしゃ、オッケー。あぶねえ、 HP がもうきつい、だいぶ HP きついね。いや、うん、炎の矢はいりません。おー、で商人ナイス、いいね。んで、もうここはもうもちろん防具上げないと耐えれないので、ここはもう防具よ。うん、ちょっとボスきついな。まあ地雷あればなんとかになるか。うん、地雷あればいけるっしょ。よし、ナイス、オッケー。ここのねクリーパーがちょっときついかなと思ってたけど大丈夫でした。よし、あ、なんだ、うん、使いはしないけどもついつい取っちゃうな。まあそういうもんだよね。10回おしまい。いや、あー、いや、待て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 、地雷よりも召喚いっぱいの方がいいかな。いやいやいや、うん、やっぱ地雷は残してベックスもか。いやー、ちょっと待って、これだいぶ悩む。パワーシェイカーないとボスきついのよ。うん、でもベックスがあるとだいぶ楽になるんだよね。どうすっか、どうしよう、どういう編成にしようか、これすっごい悩む。危な、まず、うん、いや、パワーシェイカーなしでいく？いけない気もするんだけど。これパ
パワーシーンじゃないときついだろうな。いやーこれ難しい。ベッグスはね欲しいんだよね。欲しい。地雷一発4000か。パワーシーカーとベッグスを変えてみよう。これでいく。うん。で、こんなもんか。加速入れるだけ。いきます。きついんだこれが。とりあえず伸びから。どう？オッケー。危ねえ、やっぱ地雷で正解だわ。うん、地雷で全然倒せる。でここだ。うん、よし、いいね。オッケー。当たらんのかい。オッケー。まだ、はい、オッケー、地雷がだいぶ役に立つ。エレメントのカバンか。いや、でもハズレが出た時が痛いからね。きついぞここ。きついぞ。オッケー、まあまあなんとかやろう。無理もう武器火力がないから無理だわ。うん、無理。いやここがまずきつい。これ難しいぞ。よし、ちょっと待って。 OK いいよ。ナイス。オッケー。ナイス。いや、だいぶきつい。あ、でもベックスが本当に。よし、こっちもまだいるのね。よし、あとお前でおしまいか。いや、13回いけた。うん、結構鬼門かなと思ったんだけども、いけるもんだ。ここもつらい。いやー本当にね、もう武器ないときついよ。武器がないととてもじゃないけどもう勝てない。うわー、 OK、 よし、耐久力はあるんでなんとかなる。いや本当ギリギリだけどね。よし、いけ、なー、よし、あ、倒した。ナイス、いってくれ。ナイス、いいね。おっしゃ、いけるもんだ。よし、ああよかった、地雷がパワーアップできた。でも武器はまだ初期のまんま。うん、きついことに変わりはない。いや倒せないもん、もう。よし、いやきついぞこいつもきついぞ。よし、いけた。待て、エンチャされたやつとか絶対倒せんから。よし、OK、 エンチャされてるやつはマジで無理。
が知りたい。なんで倒せんの？ちょっと待って。ああ、無敵になってるかと思った。倒せなくなるとか、ほんとやめて。いやー、倒せないわ。うわー、うわ、待て。おー、ギリ。あー、パワーシーカー、いるね。こうだな。絶対きつい。絶対きつい。もうパワーシェイカーなしで勝てないよ。よし、OK。あ、弓での攻撃ももう微妙だぞ。よし、OK。とにかくパワーシェイカーで触っていけ。いけ。ナイス。きつっ。危ない。もう落ちたら終わりだ。で、これで終わり？あ、こっちか。よし、いけた。よし、やっと釣り竿があれば多分いける。うん、釣り竿ありゃまあ大丈夫でしょう。で、金細工はもう武器だよ。もうさすがにもうこの火力じゃ無理です。どんぐらい900。で、邪悪な村人特攻か。悪くない。うん、今の状況からしたら結構いいエンチャントかもしれません。きつそうだな。よし、 OKOKOK。 いいね。いいんじゃない？ちょっと待って。オーケー。あー、あんまり良くない。ちょっと。やば。こいつらを野放しにするとやばい。あっ、ね、無理か、当たんねえな。よし、下にも一体いるね。あっねえ。あと上倒して終わり。あ、よかった。18回おしまい。いらんね。はい、あ、ここはもう謎解きしていくだけなんでクリアまで行きます。よし、次ー。あー、まだ上か。ポーション使わんと無理かな、ここは。よし、はい、19回おしまい。いらんでしょう。で、まあ、ここもまあ、うん、釣り竿ありゃいけるよ。余裕でしょう。ちょっと HP が高いやつとかもいるけども大丈夫でしょう。わお、きつい。きつい。ちょっとマジできついぞ。あっ、ちょっと待て。今のはね、ポーションが前の回で使ってて、再使用時間が来てたんで、まあ、それが悪かったよ。まあ、それがなかったらいけたと思うんだけども、マジか。にしてもきついな。
鉄隊がこう4体ぐらいいるのでね、それがきつい。あー、くそ、もうだ。終わり。オッケー。もういったでしょ。間違いなくもうクリアしてきたと思う。強いやついるな。でも終わり20回で次ボス、このまんま行きます。まあ連打とパワーシェイカーでなんとかなるでしょ。 OK、 よし、地雷も、あ、地雷当たるっけこいつ。いや厳しいか。いやでも、うん、普通に戦って勝てるわ。もうこの吹き飛ばしのさ範囲がわからん。もうちょっと待って、攻撃めちゃくちゃしてたよ。なんか無敵にならない？なんか無敵になってるでしょ。なんかずるいわ。いや完全に無敵になってる。よし、 OK、 今回は倒します。ズルすんなよ。よし、オッケー。待て、もうオッケー。よし、いいんじゃない。あー、でも次で弱点露出させてもう倒せるんでいいでしょう。よっしゃ、いけたっしょ。いけないやろ。 OK、 いけた、完璧です。よし、あれ、ザコがいる。ああ、段階、え、まだいる。あ、お前か。はい、21回クリア、いけるもんだ。いらんね。こっからもきついぞ。あっ、こんにゃろ、ふざけんなよ。風使いふざけんなよ、あいつ。いけないんかい。もう時間かかる。あ、回復しよう。あ、ちょっと待って、こいつ、こいつ調子乗りやがって。いけ、よし、オッケー、いいんじゃね。もう風使い氷使いどっと欲しいな。よし、オッケー、いいんじゃない。よし、ちょっと待って、風使い向こういるぞ。来た、終わり。22回クリア。いらんね、いりません。
そう。ここきつそう。ここはなかなかきつかったと思うよ。よしよしよし。OK、いいよ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 。あ、いや、そう、そうでもない。いやいや、上がきついんだ。上に行くとちょっと敵が多くて辛かった気がする。よし、 OK。 はい、風使い、うっとい。よし、なんか段差でかな、ダメージが入らないことがやっぱあるよね。まあそれは仕方ない、そういう仕様だと思っとけ。 OK、 ちょっと待って、回復せんと無理。でも回復するとまた次のね回でこの再使用のまんまスタートするでしょ。それなんとかしてほしいね。アップドラフト欲しいな。もうこうだな。うん、 OK。 防具だな。うん、間違いなくここは防具ですよ。もう HP も足らない。うん、武器はまあ100パワーがあればいけると思うんで、行きましょう。行くぞー。いけてるいけてる。多分ここいつもいけるよ。うん、いけるいける。よし、オッケー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 。あぶね、怖い怖い。いやー、こいつだぞ。やばいやばいやばい。いっけ、バカ野郎が。ちょっとやだな。いや、いける、大丈夫。このゲージがね。でもいけた。よし、もうちょい
ここで終わりか。意外と耐久力がある。待てよ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 。よし終わり、完璧。27回おしまい、ボスまで来ました。ドラか、ドラがいいね。うん、いやいや、うん、ドラだドラだ。うん、パワーシェイク5発だけども、ドラだったらば6秒間ぐらいずっとワイダメージが入るんで、こっちで間違いないでしょ。くっそ、倒しきれない。いけ、よし。ちょっと待ってよ、いくぞ。いや、きつい。これ食らっちゃダメだよね。おうおうおう、いや、まあまあ若干食らって OK。 いや、終わり。はい、今日は縛りプレイですね。初期装備のまんまクリアする、できました。報酬を見て終わります。きつかったぞ、なかなか。ん、報酬は良くない、もう全然良くないわ。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。